市長の畠山稔です。現在緊急事態宣言が発令されております。上尾市の感染者数は先月12月の1ヶ月間で124名であったものが1月に入り、わずか半月でその数を上回り、このままでいくと倍増することも予想されます。市民の皆様には繰り返しのご協力のお願いになりますが、不要不急の外出の自粛をお願いいたします。また飲食店などの皆さんには営業時間を午後8時までとするようご協力をお願いいたします。昨年来皆様には感染予防にご協力いただいているところでございますが、一人一人の行動が人の命を救うことになります。さらなるご協力をせずにお願いを申し上げます。